ダム放流の飛べ、水流し台の飛べ水飛べ水とは、海水路流れにおいて、車流から常流に変わるときに流れの速度が減少し、水位が急激に増大する現象である。海水路流れでは、波の速度 C は、水深 H によって C イコールで与えられ、水深 H が小さいほど遅い。速度の大きい車流では、下流の勾配変化などの情報は、 圧力波として上流へ伝わることがないが、速度が落ちて、常流に変化するとき、情報が伝わるようになり、流れが不連続的に変化することになる。流れの不連続性という意味ではこれは、衝撃波に似ているが、理論的にはこの現象は、マフ波数の代わりに、フルード数 FR に支配され、FR イコール1のときに飛べ水が起こる。この類似性については圧縮性流れ水類似も、 参照のこと。飛べ水が起こると、そこで大きな渦運動が発生するため、エネルギーが失われる。16世紀に、レオナルド・ダ・ヴィンチは、後に飛べ水として知られることになる現象を初めて、記した。1819年、イタリアの数学者、ジョルジオ・ビドーネから始まって、多くの研究者は飛べ水が起こる原因を、説明しようと努めてきた。しかし、 これまでの説明や方程式はすべて引力を主たる力としてきた。ところが2017年から翌18年にかけて、ケンブリッジ大学学生、ラジェシュ・ケイ・バガトとそのチームは引力は飛べ水と関係がないことを発見した。言い換えれば、その背後にあるあるじたる力は表面張力と粘土なのであった。引力の可能性を外すために、バガトとそのチームは簡単な実験を行った。 彼らは水平な平面に吹き出る水を当て単純な飛べ水を起こした。その際、彼らはこの面を垂直45度水平と様々な方向に傾けた。結果、いずれの場合も飛べ水は同じ地点で起きた。つまり、車流の層はどの方向に面が向いていても同じ大きさだった。その他に関与している可能性のある力を調べるため、 研究者たちは水に似た表面張力を持つが、水の1000倍も粘度があるアルコールの一種グリセロールと混合することによって水流粘度を変化させた。彼らはまた、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムという一般的な潜在成分を混合することにより、粘度を一定に保ちながら表面張力を減少させた。最後に、 水とプロパノールを混合することで粘土と表面張力を共に変化させ、純水より粘度は25%高く、表面張力は3倍弱い溶液を作成し、表面張力や粘度と飛べ水現象の関係について実験を行った。こうして、各々の力の影響を分離することによって、研究者たちは表面張力を低下させると飛水の半径や、水に関する限り、 主たる原因は表面張力なのだが、このことは、ダヴィンチやカレイ・コータの多くの人々に議論されたにも、かかわらず、これまで認識されてこなかった。バガトラの研究は長年にわたって明らかにされて、いなかった飛べ水現象の原因を突き止めた。飛べ水現象において、最も重要なのは、跳ねる前にできる、薄い車流の層の方が、厚いツネ流の層よりも伝わる、力学的エネルギーが、 はるかに大きく、従ってより薄い部分ほど熱伝導率が良いので、この現象の正確な仕組みを理解することは、産業界でも、家庭でも水利用の効率を向上させる可能性があることである。この理論は、科学工学において、すでに利用されている。ダムから放流された水は、大きなエネルギーを有しており、川底の土砂や岩石を根こそぎさらってしまう。 そこで、水たたきと呼ばれる設備で飛べ水を起こし、水のエネルギーを奪うことで、川と流域へのダメージを抑えている。ありがとうございます。